あれ7-1これはいけません。予想外。これは僕のクソ穴が当たってます。え はい、というわけで、予想したら買うことね、大事なのは、うん、はい、行動力大事、うん、さあ、こっからが本番です。はい、高いですね。忘れましょう、その前のことは。過去は忘れましょう。はい、これですね、並びが7-2、多分3は顔見せの時に、7-2の後ろついてたんで、まあ、ここを伺うのかなと思っていてください。4-1-6、まあ、基本的には2分線に短期2射っていう感じになります。並び的にはで、ここに、柿本君っていう113キロね、これは、東京支部の、まあ、エースクラスになる可能性の高い113キロ選手です。22歳。なので、もう僕的には柿本くんが逃げて終わりです。この本命予想でいうと、もう4-1、ラインの6、後ろから追いかけてくる7、でここにつく可能で、ここまでが多分ここまでで OK、 基本はで、ここをどこまで買うかっていうあとはある話ですね。これが本命予想です。ガチ予想です。はい、で、はい、くるみの顔予想は？顔予想今回は、はい、お、4番好き、鍵本君。あ、4番でも強い人だ。6番もかっこいい、高橋さん。じゃあもうこのラインでもう416の1点でいいんじゃないの？え、1は？なんなら、ただ1足気にしてるって言ってたよね。だから来るなら3着、はい、で、富樫さんは？私は上野先生にそのまま乗っちゃおうかな。乗っちゃおうかな。じゃあどこまで買うかですね。富樫さんはなんか他に見てるとこあります？顔とか以外に。他にユニフォーム。ユニフォーム見てる、うん、はい。ユニフォーム的には、ユニフォーム的にはさっきのなんか牛さんとかすごい良かったんですけど、うん、今回は誰かいますか？なんか、あ、BMW。 BMW？ やっぱ4番は持ってますね。もうこれじゃん。BM かっこいい。この何点買うかだね、あとは。これ全部買うと 5点になる。5点。はい、じゃあ予想を書いてください。はい、じゃあその間に僕がクソ穴予想しとこうか。このクソ穴的に言うと、これは離れていった時にこいつらが どう絡んでくるかっていうことなんで、前が1の展開として7が先に行った場合、多分こうなってるんですよ。で、ここに4がわー行って、でここに5がいたりすると、5が先に飛びつくん で3も慌てて飛びつくんで、これだな、クソ穴は。4から、3、5の流しです。僕の今回のマイルド穴予想、今回はもう買いません、もう腹立つから。はい、それではお二人の予想を発表してください。はい、ドンドン。いや、これそう。いや、聞いてください。はい、足をさすってたのが気になったんです、私。ん？足をさすってたから、ね、だから蚊に刺されじゃなかったら、なんかアピってたなと思って、こう、いてよみたいな。アピってた。あ、アピールしてたなって。いてよってやってたんで、切るっていうか、3着にしました。3着にしました。うん、けどね、だから俺の穴予想って、マイルド穴予想のとこじゃないですか。7も入れた。7も入れたのね。で、あと全部かな、これ。はい。
はい、トガッシーも4、1、1、2、あれだよね、そう、あこれはもう流すと、もう俺が言ったらもう全部流すと、全部誰か来てくれる、流すと、ね、ガミ入りますね、これそこで資金配分っていうのをするんですよ。なんで配分してください、今から配分足りないやつを、もう締め切っちゃいました、締め切っちゃいました、あ次からまあいいね、一つ勉強になったね、取り紙になります、うん、次から頑張ります。号砲鳴って第5レースのチャレンジ予選スタートです。最内枠からまず1番車江崎が出ています。5番の安藤が上がってきて2番手、突っ張るからで突っ張るからもう7は引く、7は引くはず、突っ張るから7は引くはず、引かない、7は引くはず、引かないよ、いけ、7引かなくない、いけいけ、なんか喋ってる、1足痛いんだろ、1足かゆいんだろ、おい7諦めろよもう1足かゆいんだろ、いけ落ちろ、1かゆいんだろ、かゆいんだろ、1かゆいんだろ、いけ7、なんであそこで競ってんのか、あいつ競ってんのか、7頑張れ、4、7、542、542、452、やられた、やられた、何やられた、届くけど届く、4、5、2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 、4
すごい。また俺の。はい、というわけで僕の穴予想当たるということで第6レース、はいはい、現在トガッシーがまだ6戦しか使ってないのね。6戦しか使ってないけど2レースやって的中なしで4万4千残り、うん、クルミンがクリアクリアクリア剣します。5万使わなきゃダメよ。お前投資いくら使ったっけ？あと今まだ1万4000円です。はい、というわけで6レースなんですけども、はい、ガールズ競輪はこれ前回やったっけ？やりました。ガールズ、じゃそれです。ライン組まないんですよ、富樫、うんうん、ガールズ競輪ソロなんですね。なんで、うん、強いやつを見つけろ、もう大作戦、見つけろ大作戦。なんか分かりやすそうに見えるけど、ね、さあ強いやつはどれ？待ってね、強い人さあどうする？顔は？5かわいい。荒川ひかりかわいい。荒川さんかわいいですね、表情感が、うん。僕の穴ですけども、ここはね、ワンチャン奥井さん負ける予想とかしてみます？もう圧倒的に7が強いです、このレースははっきり言って。あ、ちなみに本命は、僕の本命は2はダメだという予想、僕の一応これ本命サイドというか、まあこれははっきりと分かんない、この4つは。だから7は決まるけどっていうレースです。ってなると、負ける想定でいうと鈴木奈央がこの2番の選手です。2番の選手も、まあ、奥井さんに負けず劣らず本当は強い選手なんですけども、まあ、休み明けどうなってるかっていうところで、じゃあ2がすげえ仕上げてきてる実はっていう想定にしましょう。こうなるともう2からこれですの12点。これはちょっと恐ろしいほどの穴、鈴木がものすごい練習して完全になぜか仕上げてきてて奥井が油断して勝った時の2頭から1357の総流し12表裏、これが僕の今回の恐ろしいほどの穴です。買いません。はい、というわけで、2人が予想して買っていただきました。発表してください。クルミンから。ドン。
27123571235か。あれなんでこれ7ないの。7あったかもしれないです。21点でした。21点。わかんない、2万1000円になりました。多分2万1000円でした。どれかで12の24点になるさ。お前どっか 塗ってねえだろマジで。7なかった。うん、買わない。買うと24点になるから。あ、3着に7がなかった。なんで7切った。2の頭でお前これ7残ったら激アツだよ。おかしいの予想は、はい、こんな感じです。7頭の、うん、1、3、あ、もう2が来たら仕方ないっていう買い方ですね。そうですね。そういう買い方もまあなくはないです。2は安すぎるんですよ、うん、2の2着はそんなに美味しくない、美味しくないってことで切ったっていうパターンで、うん、9点、9000。結構最後にみんな残したね。残しました。はい、じゃあこれでちょっとレースを、あと残すところあと2レース見ましょう。はい、まあどっちか当たりますよ。一緒です。ただお前がのこのエスパーみたいな7を切ったのは謎ですけどね、うん、エスパーかなって思いますよ。一緒です。出ました。もうこっからガチ勝負。はい、予想通り元砂がエスパーと言って3-1-2、予想通りのあれです。まもなく中間です。奥井が上がって600m 通過しています。まもなく2センター。さあ鈴木がどこまで走るの。ないね。おい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 マジで。ねえ、すごい。あれ、待って待って、俺のさん、まさか俺のさん、まさか俺の2-7、2-1-7。ふえろさん、あれすごい。ちょっと待って待って、2-1-7か2-7-1。残ったか。リプレイが出ます。足伸びてきています。残るか。捉えていきました。2番の鈴木いまーす。2-1-7。2-1-7。ほらなんで7切ったなんで7切ったの。何エスパーしちゃった。ねえねえ、ドラえもんタイムマシン頼む。タイムマシン頼む。これすごいつきます。まあ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 つくんじゃないですか。100万。まあまあだから、まあまあならいいか。てか穴しか出てねえじゃん。すごい上野さん、億万長者じゃん。買ってないからな。ね、上野さん買わないから。はい、もう最後の本命これです。これは本命で決まります。次、はい、最終レース。上野さん見ないの？こうご期待。見ないの上野さん。あ、テーピング。でどっちか多分当たります。どっちか当たります。お、やる気満々。ね、ルフランすごいね。やる気は感じあります。お、祈ってる。祈ってる。六一さん頑張って。六一さん頑張れ。六一さん。